クレメント・イル・ハーシュ・ステークスは、アメリカ合衆国カリフォルニア州のデルマー競馬場で、開催されている、サラブレッド競馬の競争である。1937年にチューラビスタハンデキャップの、名称で創設された競争で、当初は5.5ハロンの2歳限定戦であった。第1回の開催では、デルマー競馬場の運営者の一人ビング・クロスビーの、所有場ハイストライクが優勝している。しかし、 この初年度以降しばらく開催は休止され続け、1967年に再度開催されたが、再び長い休止期間に入り、1973年に再開されてから、初めて向上的な開催が行われるようになった。2000年、オークツリー競馬協会の創設に携わった、クレメント・イル・ハーシュの成去に伴い、ハーシュを記念する競争として、 クレメント・イルハーシュ・ハンデ・キャップと解明された。以降は現在まで休止せずに続いている。2015年からの試行条件は、ダート8.5ハロンでの3歳以上品番限定戦となっている。グレードは1983年に G3 競争として設定され、その後2009年より G1 へと昇格した。 GI 昇格に伴いハンデ戦から定量戦へと試行条件が変更され、レース名が現在のものに変更された。米国調教話で問われるドバイワールドカップの国際性、その他、ジャパン・スタッド・ブック・インターナショナル2015年1月11日閲覧、ブリーダーズカップ。 チャレンジスケジュールブリダースカップ .com 2015年1月11日閲覧2014年レース結果 -equibase.com 2014年8月3日閲覧ありがとうございます。